20日、守谷市百合ヶ丘にある松丸信久氏の事務所では、当選確実の報告を受け、松丸氏が登場し、応援者たちと抱擁し、喜びを分かち合い、万歳を行いました。もちろん高齢者が増えていくという部分がありますけど、守谷市の特徴というのは若い世代が多い、30代40代が人口的にもやはり多いというようなことで、人口構成がそこ30代40代とやはり65以降の方が多いという中で、その方たちに対するサービスをどうするか、それから当然財政的にも今後楽にはなることはないと思います。非常に今まで24年間築いてきてくれた財政的な優位点をどういうふうに今後生かしていくかということも持ってき方かなと思ってますけど、今回の当日有権者数は52,425人、投票率は 50.41% で前回より 3.91% 下回りました。